皆さん、驚かれたんじゃないですかね、この写真とのギャップ。あの順番間違えて出てきたんじゃないですよ、これ僕です。実は1年ぐらい,に1年ぐらい前に髪切りまして、今日はあはこの短い髪の僕を覚えて帰っていただけたらと思います。よろしくお願いします。あの先ほど何枚か写真見ていただいたと思うんですけれども、 僕はこれまでいろんなところにいろんな方法で一人旅をしてきましたきっかけはある友との出会いでそしてその出会いと自分の好奇心がきっかけで旅を始めました初めての旅は寝袋一枚持って島に行ってリアル田舎に泊まろうするっていう結構衝撃的なものだったんですけどそこから旅にはまってママチャリでの旅や原付きでの旅そしてヒッチハイクでの旅を繰り返してきました カナダでは西海岸から東海岸まで約1万5000キロくらいの道のりを2か月間かけてヒッチハイクのみで横断したりとか中米南米は4か月間かけて縦断したりとかヒッチハイクに至っては国内外合わせて300台以上は乗せていただいてます僕はもうプロのヒッチハイカーって自分のこと呼んでるんですねまあ勝手に名乗ってるだけなんですけど こんなふうにいろんなところに旅をしているとたくさんの旅人と出会うんですけれども旅人ってめちゃくちゃポジティブだなって感じたんですよどんなことがあっても前向きだしそれをネタにしちゃうんですね、まあ、そうじゃないと旅なんてやってられないのかもしれませんよねただふと日常に帰ってきたときに暗い顔をしている人が多いなって感じたんです俺にはできないとか こんななの無理だよっていうネガティブな声たくさん聞いたんですよ確かに苦しいとか辛いとかイライラとか不安とかいろんなネガティブな気持ちって誰でも持つことがあるんじゃないでしょうか僕もあります今日このテ e t e l e という素晴らしい舞台に立たせていただいていてそして100人近くの人たちが見ている中で話すなんてすごく不安でした 緊張で頭真っ白になって何も話すこと全ておあ忘れてしまったらどうしようってめちゃくちゃネガティブになってたんですねでもこんなネガティブな気持ちって悪いわけではないと思うんです僕が問題だと思うのはネガティブになった結果として 否定的な行動を起こしてしまうことだと思うんですよ。誰かを傷つけたりとか、物に当たったりとか、自分自身を傷つけたりとか、こういった否定的な行動が問題なんです。じゃあ、もしネガティブになってしまったときに、否定的な行動を起こしてしまう前に、物事をポジティブに捉え直すことができれば、こんな否定的な行動は起こらないんじゃないかなって思うんです。 じゃあどうやったら物事をポジティブに捉え直すことができるんでしょうかある時挑戦した無一文での一人旅がその方,法の方法を導き出すためのきっかけを与えてくれたんですあれは8月のお盆過ぎ一番暑い時期でした無一文の旅ですのでまず財布を家に置いて出発したんですね持っていたのは数枚の着替えと寝袋そして水のみでした たくさんの車に乗せていただきながらいろんな人にご飯をご馳走になりながら迎えた2日目の夜ですねその日は4、5台の車に乗せていただいた後に最後に乗せていただいたドライバーさんこの集合さんという方だったんですけどこの方が俺んち泊まってけって言ってくださってそして家に泊めていただけることになってご飯をご馳走になってそして夜お酒を交わしながら話してたんですねその時き集さんに聞かれました今日俺と出会うまではどんな感じだったんだよって 僕は、いや、今日は今までヒッチハイクで旅をした中で、一番苦しい日でしたと。なぜなら、大体ヒッチハイクって1時間くらいあれば乗せていただけることが多いんです。僕、プロのヒッチハイカなんで、それ以上待たされることってないんですよ。けど、その日は3時間以上待ったんですよって。全然乗せていただくことができないし、お腹はペコペコだし、おまけに暑いしで、結構、イライラしちゃってて。 なんで同じ方向に行くのに乗せてくれないんだよって自分のことを棚にあげてなんかブツブツ言ってたりとか石ころ蹴ってたりしてたんですね、まあ、そんな苦しかった昼間があったからこそ今こうして集合さんと出会えて話せていることがすごく幸せですって伝えました想像してみてほしいんですよ8月の灼熱の太陽の照りつける昼間でした朝から何も食べれていない空腹の状態で持っていたのは1日目に持って出たぬるい水だけで そこは10分に1台ぐらいしか車が入ってこないような小さなパーキングレーでした空腹を満たすこともジュースを買うこともできずにただただヒッチハイクのボードを持って立ち尽くす3時間たまに入ってくる車に全力で笑顔で振りまくんですけどその笑顔も確実に引きつってたと思いますねそんな昼間からすると天国のような夜でしたその時思ったんですよ この集合さんに出会えて本当によかったってもしこの人に出会えてなかったらご飯は食べれてなかったかもしれないし寝るとこもなかったかもしれないあの苦しかった3時間はこの人と出会うためにあったんだなってこの人と出会わせてくれて本当にありがとうって思ったんですこの人と出会うためにあったあの苦しかった3時間に対してもありがとうって僕思えたんですよこの経験がきっかけとなって 普段なら絶対にありがとうって思えないような苦しい出来事に対してももしかしたらありがとうって思えるんじゃないかなって思ったんですこの苦しいことに対してありがとうって思うことこれってすごく大事だと思うんですよ皆さん部活で苦しかった経験とかってないですかね厳しい練習に励んでる時ってめちゃくちゃ苦しいじゃないですかでも今となってはどうですか いいいい思い出にななってるんじゃないですかねそうなんですよ意識していないだけで皆さんも普段から時間の経過とともに物事をポジティブに捉え直して生活してるんですねじゃあいつかポジティブに変えることができるならじゃあ今すぐ変えた方がいいんじゃないかなって早い方がいいんじゃないかなって思ったんですよ だって絶対苦しい時間って短い方がいいじゃないですかいやもしかしてこの中に僕はずっと苦しい時間味わってたいですよって人いらっしゃいますそうですよねよかったですこの時気づいてそして僕実行してみたんですよ何か苦しいことに出会った時に後々ありがとうって捉えることにありがとうって思うことになるのであればその場で ありがとうって言ってやろうってそして何がありがとうなのかなって考えてみようってそしたらポジティブになれるそんな自分に気づいて物事苦しい出来事をポジティブに捉え直すことのできている自分に気づいたんですよその魔法の言葉がありがとうだったんです実は このプレゼンテーションの練習をしているときも結構苦しかったんですね。でもそのときにもこの魔法の言葉を使ってやったんですよ。ありがとうって言ってみたんです。そして考えたんです。そしたら、この苦しい経験のおかげで、これからどんなに大きな舞台で話すことになったとしても、自信を持って話せる、そんな度胸がつくじゃん。ありがとうって。また、ここまで一緒に頑張ってきてくれた運営のみんなや、 プレゼンの練習に付き合ってくれたたくさんの大切な仲間の存在に気づけたなってありがとうって思ったんですそんな時にめちゃくちゃポジティブになることができてそして頑張ることができたんですよ感謝しなさいって小さい頃からいろんなところで聞いてきたかもしれませんそしてほとんどの方がしてると思うんですよ感謝何か 誰かにしてもらったときや助けてもらったとき何かプレゼントもらったときそんなありがたいことがあったときには感謝してると思うんですでもありがたいことに感謝することなんて当たり前なんですよ僕が言いたいのはそういうことじゃない普段なら絶対にありがとうって思えないような苦しい出来事があったときにありがとうなんですそして何がありがとうなんのかなって考えてみるんですよ そうすることができればその苦しいことに対してでも違った角度から捉えられてポジティブに捉え直すことができるんですだから私は思うんですよ何か苦しいことがあった時にネガティブになってしまった時にありがとうって言ってみてそして何がありがとうかなって考えてみることは物事をポジティブに捉え直すことのできる効果的な方法なんだっていうこと 日常にある小さなことからでいいんです何か苦しいことに出会ったときに辛いなと思ったときにありがとうって言ってみてくださいそして考えてみてください何がありがとうなのかなってこうして少しでも心が軽くなったりとかポジティブに捉え直すことのできる人が一人でも増えたら僕は非常に嬉しいです最後に皆さんが何もしなくても 苦しいことは、時間が解決してくれるかもしれません。ただ、人生は一度きりなんですよ。一度きりの人生なら、さっさとポジティブになっちゃいませんか。これで、元ロン毛のプレゼンテーションは終わります。ありがとうございました。